韓国オサム一部は9日、米朝対話までの速度が一気に上がっている状況について、朝鮮半島の比較化を実現し、朝鮮半島に平和を定着させるため重要なきっかけになると期待すると明かした。オサム一部の友人副報道官はこの日の定例ブリーフィングで、 トランプ大統領が5月末までに金正恩朝鮮労働党委員長と会う意向を示したことについて、このように伝えた。また、北核問題の平和的解決と朝鮮半島の平和定着において、非常に肯定的な条件が整えられたと見ている都市、一連の流れは、南北間の対話だけでなく、 米国の強力な支援と共に作り上げられた成果と強調した。